八戸市南郷文化ホールは青森県八戸市にあるホール。愛称はスウィングベリー南郷。これは八戸市南郷で盛んなジャズの用語のスウィングと八戸市南郷の特産品であるブルーベリーに由来するものである。八戸市が旧南郷村と合併した際に新市建設計画の生涯教育の拠点として計画され建設にあたっては 国土交通省の都市地方連携推進事業の一環として建設費の補助を受けた。当初は南郷図書館との複合施設になる予定であったが、後に別個の施設に設計が変更された。主にジャズやクラシックのコンサートなどが模様され、練習でホールを使用する場合に対して、使用量が最大で7割引となる練習料金を設定している。 八戸市南郷文化ホール周辺には、体育館、公民館があるという立地条件にある、ホールの稼働率が2008年は26%、2009年は31%と低迷している。そのため、様々な利用促進の取り組みが行われている。デイリー東北2005.47、南郷区に文化ホール国補助で、広域交流推進。 デイリー東北2006.422蜂の塀市の南郷文化ホール整備計画図書館分離に修正デイリー東北2009.112八の市の指定管理者制度新年度7施設追加デイリー東北2010.65南国のこれから南郷文化ホール稼働率アップに懸命南郷名画座ありがとうございます